にちは、エイティブランドです。こんにちは、田です。はい、アツさんに来てもらってます。今日は、はい、何個か前の動画でサキオくんに、はい、カットマンで9シリーズ、9、3、4、5あるんですけど、使うならどれ選ぶっていう、はい、やつを選んでもらったんですけど、うんうん、カットマンだったんで、はい、ドライブマン代表として、うん、渡田さんに打ったことないって言ったじゃないですか。ないです。なので、9、3、4、5全部違うんで、はい、それぞれちょっと軽く打ってもらって、はい、フォアバック使うなら、もし使うんだったらどのラブを選ぶかっていうのをちょっと決めてほしいですよ。あの、先に言っていいですか。はい、DDTV の皆さん、ドライブマン代表が僕で、ごめんなさい。これだけ言ってください。いや、なので、ちょっと今からあの軽く打ってもらって、どれを選ぶか、ちょっと僕も気になるんで、うん、結構全部違うんで。おお、マジで知らないです、僕。そう、Q5 はよく聞くな、ぐらいでしかなくて、うん、ラケットはフォルテュース FT バージョン D に全部あってます。で、Q5 に関しては僕が使ったラケットをちょっと使ってもらって、はい、やってもらうので、今日はよろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあやっていきたいと思います。 Q3 からいきましょうか。 Q3 から3秒後でいきましょうか。はい、はい、あの勝手なイメージですけど、僕は3、4、5で進化してきたと思ってるんで、うんうん、これ、この動画撮るまでは、もう5以外は、なんか全部ちょっと廃盤ぐらいの勢いなんで、思ったんですよ、勝手にね。うんうん、なんか何やら、あの、ちょっと違うらしいので、そうですね。打ってみたいと思います。よし。っていうのがラケットがいい。ラケットいいでしょ。この木材にちょっと弾むって感じ。うんうん、はい。はい。オッケーです。次、4。あ、違うな。これもう一回3。打球感はいいっすね。うんうん、打っててちょっと心地いい感じがします。フォーの方が食い込む感じがあるんで、うん、そうですね、打ちやすいなっていう印象だな。じゃあちょっと次、5。はい、志田おじさんラケットですか。はい、ぶつけないよみたいな。あー、もう違うよな、やっぱりな。あー、塗ってます？塗ってないわ、本当に。塗ってないわ。めちゃくちゃ気持ちいいんだけど。ファイブ。これはファイブ。ちょっともう一回。もう一回スリーかな。はい。ただなんか僕の打った感じとしては進化版に感じました。ああ、なるほどね。はい、うんうんうん、その別系統で分けてるんだろうけど、俺がいっちゃうはず。ああ、そう、うん、打球感もグッドって感じ。うん、3のスピードと4の回転をこう間取ってるじゃないけど、ルーティンさせるように頑張ったらば、へえ、だからまあ一番多分打ちやすいし弾む弾む、はい、なるほどなるほど。あ、いいなこれ。初めて見ましたよ、自分のボールが速いの。あ、フォアだったら僕5一択ですかね。なるほどなるほど。はい、うんうん、めちゃくちゃいいです、打球感。3。4。 4。
ファイブに行きますね。ファイブ。あ、これマジで打ちやすいな。パキパキ。ファイブ。全部ファイブだと面白くないじゃん。だって行くもん。なんていうの？この5のプロモーションのためにこう、なんか5だけすげえ力強く打ってるように見えるかもしれないんですけど、同じ力で打っても全然これだな、バックも。ほんと、このね、動画を水野の社員の方見てましたら、ほんと、失礼しました。ちょっと舐めてました。はい。めちゃくちゃいいっすね。僕やっぱ、対下系が重要だもんね。重要です。特にその、僕は両面テンションラバー使わない理由が、ラリーは両面テンションの方がいいけど、自分が下回転打ち苦手だから、そこやりやすい方がいいよねって決めてるんで、うん、そこがすごく大事だなと思います。じゃあ、3から。はい。いやー、4の方が引っかかるなー、多分。あー、うん。回転量でしたね。あー。4だね。3と4だったら4だな。間違いない、これは。3-5。あー、なんか、今たまたまちょっと、えげつないボール言ったけど、ちょいはこうだな。なんか、5の方がちょっと、打球から柔らかく感じる分、ちょいって硬い球の方がやりやすいので、なんか、食い込みすぎちゃう。うん、もっと表面で行きたいのに、ラバーの表面で行く前に、ぐにゃっていっちゃうっていう感じはします。ちょいはこうです。早い早いわ。ああ、一発いきましょうか。じゃあ、3からいきます。5だな。いっぱいだな、多分5。うん。して、ここっすよ。カウンター。カウンター。はい。そんなに違います。じゃあ、3からいきます。はい。はいはいはい。まあ、わかりやすい。次4。はい。はい。いや、村田さんがどういう答えを期待してたかはわかんないですけど、はい、僕は5です。はい、まさにそこです。
あ、そうなんだ。カウンターが多分一番やりやすいです。あ、もう、負けない、落ちない。食い込む、めちゃめちゃ。食い込むのに、落ちない。うん。のが、すごいところ。でも多分さっきフォアでフルスイングしたのと同じように、今気持ちよくゲッていけるから、別格だね。うん。うん、もう一回いいですか。ああ。やりやすいでしょ。やりやすい。打球点落として、はい、あーいいね、どこからでもいけます。ちょっと持ったけど、なんか総じて僕はもう圧倒的に5ですか。5ですね。まあ、別に思いラバーが苦じゃないっていうのはあるんで、うんうんうん、純粋に結構思いラバーでもいいから結構丁寧にちょり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 やるタイプなんで、ちょりだけで見たら4の方はいいんですけど、それ以外の部分のやりやすさが圧倒的に5だなと思います。です。皆さん、ドライバー代表ワットさん、まあ、僕もドライバーで両面 Q5 やっぱり使ってるので、うん、やっぱり落ちない、若干食い込んでくるんだけど落ちないで飛んでってくれるのが多分タイプの強みだと思うので、うん、ぜひ皆さん、ただちゃんと思いのを触れたりとか、まあ彼は彼だけか彼がいいと思いますよ。確かに。ただでもこの組み合わせは僕にとってはちょっとおすすめなので、はい、これ使ってって言われても全然、あ、はい、いいですよこれならって言います。くらい多分打感とか飛びとかもすごく気持ちいいと思うので、うん、ぜひ皆さん使ってみてもらえるといいかなと思います。ということで、ワッタさんが選んだラバーは Q5 でした。皆さんもぜひ使ってみてください。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。